林田表は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。熊本県玉名郡長須町生まれ。長須町立長須中学校。熊本県立玉名高等学校を経て、東京農工大学農学部林学科卒業。1967年に建設省入省1995年10月16日。 建設大学校副校長を最後に、異岸退官。1996年の第41回衆議院議員総選挙に、熊本2区から立候補したが、新進党の現職、野田武氏に敗北し落選。1999年7月、東谷義行が、体調不良が原因で、任期途中で辞職し、本来の比例九州ブロック時点であった。 渡瀬則明が1998年に死去しており、次々点の宮島大典は1998年の長崎四区補欠選挙で当選していたため、自順位の林田が繰り上げ当選となった。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、小沢自由党を経て、与党入りしたのだと選挙協力し、比例単独で立候補し当選。2001年第1次、 小泉内閣財務大臣政務官。2003年、第42回衆議院議員総選挙で、熊本2区に立候補し、小選挙区初当選。2004年、第2次、小泉改造内閣で、内閣府副大臣。2004年、政治家の年金未納問題が問題となった際に8、ヶ月分の未納が判明した。 2005年9月、第44回衆議院議員総選挙で、比例九州ブロック当選、第3次、小泉内閣で、内閣府副大臣に再任。同年11月、自由民主党副幹事長。2008年9月24日、衆議院災害対策特別委員長。2009年8月30日の、第45回衆議院議員総選挙では、 熊本2区に自由民主党から立候補。公明党の推薦も受けたが、民主党新人の福島健一郎に敗れ、落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、比例九州ブロック単独で立候補し、選挙区との重複候補だった33名。 および西川京子元厚生労働副大臣に次ぐ名簿順位35位に列せられたが、選挙区立候補者33名中31名が当選したため当選、国政に復帰した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では、比例九州ブロックに名簿順位33位で立候補したが、落選。ありがとうございます。